7人目のサーヴァントだと。と、あなたが私のマスターか。始めましょう。マスター、なんというかその妙な飢餓感があります。正直に申し上げて空腹なようです。お互い立ち位置は分かっている。特に意見を交わす必要はない。ええ、私は私のやるべきこと、あなたはあなたのやるべきこと。複雑な立場ですが、共に使命を果たしましょう。そうだな。我々は裏方だ。ことが終われば誰に気づかれることなく立ち去るさ。セイバー、セイバー、下がっていてくれ。感謝します、アーチャー。あなたが味方で私は嬉しい。大丈夫か、セイバー。ここは私に任せたまえ。ありがとう、アーチャー。あなたに守られる日が来るとは。この地であのアーチャーと共闘することになるとは思ってもみませんでした。ええ、楽しみですよ、もちろん。手早く片付けるとしよう。まさかセイバーを召喚するとはな。ムーンセルはよほど切迫しているようだ。私を知っている。どこかで会ったことだ。おや、アーチャー、あなたがそばにいるのですね。いろいろと縁があってね。何か問題でも？いえ、特には。ただあなたは単独行動を行う癖がある。軍勢である以上仲間を頼るべきでは。仲間？サーヴァント同士で仲間もないとは思うが、皮肉はよしておこう。頭の片隅に留め置くよ。ええ、それでこそ今回は友の陣営と考えると心強い。それはこちらもだ。その聖剣の輝きがこちらに向かないことをありがたく思うことにしよう。行くぞ。どうする、アーチャー。少し下がっていてください。相変わらずの強さだな、セイバー。君が手切れなくてよかった。大丈夫ですか、アーチャー。ここは私が何とかします。すまない、セイバー。君に守られるのはいささかおもはゆいがね。おい、アーチャー、俺の畑で採れた野菜を倉庫に移しといたかんな。ついでに釣りに出たんだが、そっちも大量だ。確認しといてくれや。驚くほど野営向きだな、ランサー。だが助かる。この移動要塞ではなかなか料理の材料が揃えられなくてな。悪いな、こいつは俺がもらっていくぜ。相変わらずだな、ランサー。礼を言う。お前じゃ頼りないんでな、アーチャー。ここは俺に任せときな。一応感謝はしておこう。フェイカーを連れているのか。おい、雑種、そんな貧相なまがいものなど捨ておけ。望むなら俺が本物の宝物の輝きを見せてやるぞ。ところでマスター、本物の宝物を持っていたとしても、それを使いこなせないなら宝の持ち腐れだとは思わないかね。いや、単なる質問だ。対はない。吠えるではないか。我が宝物庫に腐り物が一振りでもあるか、ついでに確かめるのも一興か。いや、無用だよ。何、王の宝物庫なら参考にちょくちょく拝見させてもらっている。今さら今日でもないさ。敵が手ぬるいぞ、雑種。所詮は贋作か。英雄王がわざわざお出ましとはね。金に明かせた火力と比べられても困る。フェイカーも自分で自分の身も守れるのか。失策だった。戦いの後さらにグチグチと言われそうだ。私の毒は甘くしびれますよ。こんなところで面倒くさい先輩に絡まれた気分です。は
それはこちらのセリフです。回復します。こんなところで出会うとはな、ライダー。気は乗らないが、怪物退治と行こうか。消えなさい。口が減らない男ですね、アーチャー。その口縫い合わせてあげましょう。決死の覚悟で来るがいい。いい加減勝負つけようやなあ、しようさんよ。ねえ、それはこちらのセリフです。覚悟しなさい、ランちゃん。ルーン魔術は使わねえよ。あれは重宝用だ。槍でついた方が100倍早い。ったく、嫌な運命を感じるよな、お互い。その面、二度と見ずに済むようにしてやる。マヌケ。どういだ、ランサー。私も君の顔は見飽きた。全力で行く。マスターの護衛任務とは、君も精が出るな。まさにクランの冒険だ。おうよ、護衛は任せておきな。てめえはのんびり舞台裏で武器でも作ってやがれ。ああ、それで済むのなら問題はない。私が駆り出されないようせいぜい頑張ってくれ。ガラス。何、同じ陣営のよしみだ。美味しいところ持ってきやがって。一応礼は言っといてやる、アーチャー。ピンチか、ランサー。ここは私に任せたまえ。ナイスタイミングだったぜ。てめえに助けられるとはな、アーチャー。素性を隠して戦うってのは苦手でね。正々堂々とは言わないが、後腐れなく戦うのが一番いい。未練とか残したくねえだろ。誰かと思えばライダーじゃねえか。会っちまったもんは仕方ねえな。相変わらずチャランポランな男ですね。構いません、お相手しましょう。おうおう、キャンプを走り回ったらね。勝ちたけ走れ。戦場じゃ手を抜いた方が負ける。あんたはその辺信用できそうだ。正直俺は運が悪いからな。下手なマスター引いちまうこともあったんだが、こっちだとマスター運はいいみたいだな。なんだ、犬の散歩か、雑種。見るからにしつけのなっていない犬を飼っているのだな。せいぜい噛みつかれんように気をつけろよ。おうよ、てめえが同じ仲間じゃなかったら真っ先にその心臓をうがってるところだ。同じ陣営であることが恨めしいぜ。まったく氷が乗ったぞ。王の慈悲だ。よく噛んで味わえよ、犬。あいつの援護なんて嘘だろ。せや、うん、外したか。野生の直感というやつか、犬。あの野郎、今俺を狙って攻撃しかけただろ。なんだマスター、暇なのか。なら釣りにでも行くか。ってここは空の上だったか。王に歯向かう不敬者がここまで多いとはな。悪いがここで終わらせる。行くぞ英雄。武器の貯蔵は十分か。図に乗るなよフェイカー。王の前に立つ不敬、死をもって償え。英雄をともあろう者が下々のマスター同伴とは、何か気になることでも。もしやサボりすぎたトレーニングの代わりかね。そのようなものだフェイカー。ところで貴様、その髪はどうした。2回目の自分探しか。単なる衣替えだよ。私も長いのでね。こういう戦いであれば気持ちを変えてみようと思っただけさ。天を仰げ。失礼する。後方支援はお手のものでね。雑種の施しなどいらぬわ。たわけ、英雄でも不手際はあるようだな。たわけ、俺を守るのは雑種の責務というものだ。だけんめ、俺の前に現れるとはない。よほどしつけられたいと見える。ああ、はいはい、よく回る口だな。まったく冒険なめてっと痛い目にいるぜ。悪いお前にいいところはやらねえぞ。後ろで指でもくらえてろ。やるではないか犬。その調子でこの俺の梅雨払いをするがよい。やりたかねえが
同じ陣営のよしみだ。受け取れ、ギルガメッシュ。ほう、ご主人様を守るとは殊勝な犬だ。後でご褒美に骨でもくれてやろう。